マチガムカップライターナンバーワン決定戦、はい、よいしょ。はい、こんにちは、梅谷慎です。宮田明です。僕くんでございます。伊藤慎一です。早くない？すごい巻いてんの？何？いや、あの、まあ、いろんな事情があって巻いてるんですよ。あ、そうなんですね。さあ、始まりましたマチガムカップ、はい、私たちはですね、予選 D グロップでございます。あ、はい、まあ、皆さんお分かりの通り、はい、若干ちょっと辛いメンツということで、いや、もうめちゃめちゃ、おそらく、ガチ系スロッター対決と、はい、いうことになっております。あ、そうなんだね。まあ、なんか下見とか、まあ、データチェックとかされてますか？一応なんとなくはね、ふわっとは、ふわっと、はい、下見は来てないんですけど、データでチェックしました。あ、そうですね、はい、私もそんな感じです。私もそんな感じなんですよ。あ、じゃあみんな下見は、い、まあまあ、ね、これに繋がるんですけれども、はい、このパッチガブカップはですね、総勢32名で行われるトーナメントとなってるんですけれども、はい、ね、賞金が半端ないんですよ。あの、3位でも10万、おお、2位の準優勝で30万、はい、そして優勝は100万円となったの。クラブウーベが、はい、欲しい。すごい。1週間ぐらい前からすげえデータ見てた。嘘、同じ曜日のどういう感じで言い方するんだろう。2ヶ月前から緊張しました、うん、ね、緊張するよね。、はい、え、私ちなみに100万知らなかったんですよ。え、本当に。あ、そうなの？今日知ったんですか？今日知りました。じゃあ、じゃあなしでいいよ。うん、いや、そうだね。じゃあなしでいい。違うけど、はい、でもなんか、はい、そしてですね、ちょっと小ネタになるんですけれども、A グループ実践時に、はい、牛尾さんがですね、はい、まあ、牛尾さんというと、あの、うちの業界一の成金と言われてるんですけども、成金だったね。はい、あの成金がですね、まあ、決勝は4人行くわけじゃないですか。はい、3位まで賞金が出て、うんうんうん、決勝まで行って4位のやつがかわいそうだろと言って、うん、ポケットマネーから2万円出してくれそうなんです。うわ、男前。すごい、男前。まあまあ、やっぱりね、その本物の金持ちじゃないとか2万なんですよ。なるほどね。はい、まあ、本物の金持ちはもっと出すと思うんですけど、はいはい、そして成金という感じなんですよ。はい、そしてですね、優勝を目指してバトルしていくんですけれども、予選から準決に駒を進めるのは1名でございます。はい、あの、準決は2名上がれるんですけれども、はい、これ予選は1人ということで、で、予選が一番厳しいですね。そう、予選が一番厳しいんですよ。うん、はい、これ言われましたもん、なんか、あの、別のメンツに死のグループだねって。そんなわけでですね、この D グループ実践バトルルールは制限時間7時間のサマイスバトルでございます。はい、はい、で、一応ですね、パチスロ実践のみというつもりなんですが、うん、やっぱ今やっぱ逆転できないパターンもあるんで、うん、最後の2時間だけはパチンコ OK。 なるほど、はい、はい、でですね、AT、ART 中、状態中などは、延長が1時間まで可能なんですけれども、まあ、これ、あの、予選は、あの、今ってややこしいじゃないですか。うんうん、有利感切れた後もちょっと熱いのとかもあるので、はい、それも4人で決めようということで、4人で話し合った結果、我々有利感切れたところでやめようと。はい、アラジンエースクラシックあたりの、まあ、有利感切れた後もダラダラみたいなのは、うんうん、とりあえずなしにしても有利感切れたら終わりということにしましょう。はい、はい、はい、ということで、1名しか勝ち上がれない厳しい予選となりますが、皆さん、作戦、そしてですね、賞金の使い道なんか考えてますか？はい、うんうん、作戦はまあ、ね、はまあ、別に、はい、特にここで言うことはないんだけども、まあ、まあ言わないですよね、私たちは。賞金はまああれですよ、貯金ですね。あ、いや、あってなんでなんで、いいじゃん、使い道はって聞かれてんだから別に何に使ったっていいでしょ。もうもう僕なんだよ、だってもうそろそろ老後を考えていかないといけない年頃、ね、まあまあ確かにそうですね。まあリアルですね。嘘でもいいから育毛とか言ってほしかった。だったらもう遅いだろ。あ、私はですね、はい、お父さんになんと、うん、100万円ぐらい借金がありまして。なんだよ。車とかね。そうそうそう、なんかプレゼントするのかなと。そうそうそう、もうそっくり。いい話かと思いきや。いや、もう全然、あの、恩返しはまあその先にして、ああ、とりあえずあの綺麗な身になりたいなということで、優勝してもすぐお父さんと見ます。返していきます。じゃあ三原さんは。私は、はい、そう、でもあんま考えてなかったんですけど、まあ結婚して式まだ上げてないんで、まあ、それの足しかな。結婚式？結婚式いいじゃないですか。パチカブカップで結婚式あげようとする。いや、そのだからなんかね、結婚式の写真も、あ、これパチカブカップで優勝したからなみたいな。やめようかな。で、僕ですね、まあ、作戦はまあまあ皆と一緒にあんまり言いたくはないんですけども、うんうんうん、まあ、普通に固く立ち回ろうかなと思ってまして、はい、まあ、賞金の使い道はもう僕はあの、もうちょく釣り具でも買おうかなと思ってでしょうね、はい、まあ、そうなんだろうなと思ってました。いや、伊藤さんも来るかなと思って。100万でもさ、そんな使い切れないそんなするんですか、釣り具に。いや、でもあの、まあ、新モデルのリールが10万ぐらいするんですよ。リールだけで。リールだけで。で、そのリールはやっぱね、言うても、まあ、その前の。はい、
ということで早速実践参りたいと思います、はい、マッチラブカップ予選 D グループ実践スタートです。お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。お願いします。さあ番長が一島でっかくあってその横に絆イニディシンフォギアでバイオなんですが、さあやっぱ昨日とかね良さそうなんですよ。だから基本的に上げ狙いをしたいで4大構成の2分の1とかで入りやすいっていう情報を見たんで、とりあえずバイオハザード7 1638番台からいきます。一応ねピンポイントで狙い台はあるんすよ、うん、狙いはめちゃくちゃいっぱいあるんすよ、まあ、一応本命対抗はちゃんとありますけど、まあ何かしら取れるでしょうっていう。同じとこ行くな。なるほど。あれちょっと待ってね。あそこ取るんだ。前々日がちょっと弱いんですけど、まあ、こんな感じなんですよね。ここも一日弱いですけど、だけどどっちかというとちょっと多分谷間の日で前日は強かったと思うんですけど、とにかくこの台だけ、過去のデータ全部見ると一番毎弱の中では出てる。で、まあ、多分なんですけど中間をずっと置いてたりする台なのかなっていう印象があるんですけど、まあ、この毎弱の島では多分サマイ的には一番出てる台ではあるので一応この台を抑えました。多分今日もどっかに当たりはあると思うんですけど、ピンポイントでこの台に小設定が絶対入るっていうほど絞れる感じではなかったんで、とりあえず長い期間のデータで一番入りやすいであろう、まあ直近8日間でいうとこの台は1万何千枚かプラスにはなってます。で数日前に僕が様子見に来た時もその日はこの台強かったんですけど、この台自体はただその前日が強くて、この列がね多分全体的に強かったんですよ。で昨日もこの列が全体的に強くて、でね稼働数とか見てでもこっち側よりは多分こっち側の方が強いんですよね。おそらく多分高設定入る率が高いからなのかちょっとよくわかんないですけど、ということでこの台で実践していきます。で多分ですけど昨日ここの島が前傾なんですよ。でこれも負けてんだよな。2台負けてるのがあるんですよね。これとこれ、これだけ2台だけ負けてるんですよね。でまあ、あのなんで、台番がどうこうって言ったかっていうと、データから見ると明らかに並んで出てるエリアがあったんですけど、ここで切れてるかどうかっていうのははっきり見抜けなかったんですよ。この島の台数が分からなかったんで。で、まあ、ポンポン話しますと通常営業普段は結構上げ傾向なんですよ。あの土へこみ台に入る傾向にあるんですけど、昨日がすごい強い日で、強い日の後は割と水位があるんですよ。なので、この狙いにしました。で一応、まあ、取れなかった時とか、あちょっと今日傾向的に違うなってなると、土へこみ台も何度か何個かチェックします。で、そもそもなんですけど、まあ、いろんな機種にチャンスあるんですが、やっぱねあのメイン機種の方が安定します。でマイジャグとか、まあ、アイジャグもかな、この2機種は本当にあの普段から、使ってると。で今日は一応ねあのその末の可能性があるとはいえ通常なんで、まあ、硬いところに来たって感じです。でもねちょっとね迷ってるのが、まあ、末をアピールしたいんだったら、もっとレギュラーが走ってビッグがちょっと足りないぐらいな。どれだっけな。おまさにこの2台、この2台もあのやっぱみんなそういう感じなのかな。この2台がどっちもプラスなんですけど、ちょっとプラスでレギュラーが先行してるんですよ。それにするか迷ったんですが、まあまあ、 あのどうせなら前傾と思われてしまうんで2台負けてるうちの1台にしてみました。で多分伊藤さんは、まあ、同じように据え置き狙い で、目立つ角で角 の、 あの手前の角が強い傾向もあるんですよ。で上げ狙いはねこっちの昨日弱かった、長い列ここで、ワースト台とかを狙いにしてます。ただ、まあ、とりあえずこっち行きます。
これがね、結構ずっと出てるんですよねっていうので、めちゃめちゃ気になってて、意外と来るかと思ったんですけど誰も来ない。ジャグラーやっぱマイジャグかで、そうですよね、はい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 、1283と、はい、1283と1287、はい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 、めちゃめちゃわかります。それちょっと本当にジャグラ、いきなりジャグラーってすいません、私あんまりそんなことしないんですけど、これはさすがにちょっと気になるんで、まあちょっと昨日悪いですけど、まあその2日前3日前なんなら4日前5日前ぐらいまでずっとプラスなんで、ちょっと今日週替わりなんでそこだけ心配ですけど、行きましょうか。はい、それでは M ジャグラーですね、強気狙いです、ちょっとやっていこうと思います。で、まあちょっと対策されてるかもしれないんですけど、まあ一応あと、まあ新しめのジャグラーなんでガックン分かんないかもしれないですけど、一応やってきます。まあ1枚でもいいです、2枚でもいいです。回します。一応スルッといきましたね。で、カウンターは、上がってないということで、どうしよう、まあいっか、周り見ていいですかちょっと他に気になることだけ見れてない部分があるんで、ちょっとだけ見に行きます。もっくんバイオかリセットですね。はいはいはい、まあ基本全部リセットかかってるっぽいですね。そうですね、こういう壁側とかも全部そうだ。じゃあ行きます。悪意のないようにやるってなると、自分の納得のいく狙いを絞って、納得のいく押し引きをして、分ます。それしかないんで、で一応、他のメンツの、様子も今カメラ用意しているのでチェックしてきました。まあ、伊藤さんはそこにいて、まあ、僕と狙い同じですね。あ、当たった、当たってビッグの動きがします。伊藤さんにプレッシャーをかけたい。あ、レギュラーでも単独レギュラーですよ。投資2本、32ゲーム、単独レギュラーです。まあ、僕くんのね打ち方とかよく知らないんで、違うタイプの機種を打つ人がいると、それこそ設定問題走られたり乾燥されちゃったりするとかなり展開変わるんで、まあ、あのそういうことにも備えて、まあ、備えるというかそういうことが起こった時に把握できるように、あの一応、まあ、みんなが打ってる台盤はさっきささっとメモってきて、スマホから見れるデータサイトで、まあ、ある程度の定まは分かるんで、それで、まあ、あの例えば、ね、何ゲーム回したか分かんないけどとりあえず出てる、実際定まはどれぐらいかってことはそういうのでチェックしようと思ってます。おはようございます。というわけで私もっくん抑えましたのはこちらパチスロバイオセブンでございます。ちょっとね今ね、機材の関係でここまで押しちゃったんですけど、まずどっち行くか、休館行け、よし、まあ、そんなに関係ないですが、まあ、本館よりかは休館の方がこの打ち始める気持ちとしてはね、ポジティブな気持ちで打ち始められるんで、で、まあ、なんでバイオセブン来たかっていうところからお話しようと思うんですが、私、まあ、調べた情報によると4台構成のうちに、まあ、1台ないしは2台っていうのが4大構成の中で何機種もある、強い時はそんな感じのお店の傾向で、まあ、昨日バイオセブンの逆角って言ったらいいかな、4台あって、僕今右からなんですけど左角が良さそうだった中で、まあね、その4大構成の機種が6機種ぐらいあって、その中でもバイオがその対象になってる回が多いんだよな。はい、ということで、朝一押さえたのはマイジャグ5、学校しなかったな。で、まあ今日は朝からそこまで埋まる感じでもないですけど、ただまあこの島に関しては結構埋まってますね。で、データ見てて思ったんですけど、まあ主にジャグラー系なんですけどね、背置きっぽい挙動が多いかなっていう印象はちょっとありまして、だから前日出てる台を打った方がいいだろうとはもともと思ってたんですけど、ただまあ昨日がねこの島が前台っぽいんで、そのうちどれぐらいがお気になるかっていうところまでは分からなかったんで、まあ入ってる傾向が高いであろうという。で、正直グランドオープンして結構まだ間もないんですよ。間もないくて、あとまあ場所的にも多分目立つ場所だからっていうのもあるのかなとは思ったんですけどね。だから朝から誰かが必ず行くかもしれないとはちょっと思ったんですけど、
意外と14番目でも空いてたんで良かったです。設定カンパー要素ですね、ブドウと、レギュラーボーナスですね。で、まあ、ちょっとね、6号機になってからボーナスが当たりやすくなっているのと、あとブドウも、落ちやすくなってます。ただちょっとね、ボーナス取れる枚数が減ってるんで、そういうところで調整されてるという感じですね。ただジャグラーはこんなこと言ってるけど、本当に設定カンパすごい難しいと思ってて、本当にこんな感じずっと据え置きしてるから、据え置き狙いでとかじゃないとなかなか難しいところではありますね。私もあんまり朝から狙うことはないです。いやでも今回あれですね、3人ジャグラーだと結構地味な絵になりそうですよね。はい、もしもし。お、さあ一応本前兆期待度 54% かな、99ゲーム内の本前兆期待度 54.3% ぐらいの扉出ました。あるか、あ、これ天国だったらでかいよ。さあこれ投資4000円ですね。しかもなんとめちゃめちゃポイント貯めて、天国なのにアイテム1個あります。しかも緑バレットも2個、外れないでね。あ、全然確定じゃないからまだ。しかもルーカスか。あ、チャンスアッパー2個は出ます。違和感2回あったんで。問題はここ、赤ドラム缶。あ、普通だね。え、大丈夫やな。よし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 、148ゲーム、投資4000円でございます。これ通したらもう本当にいけるよ。本当にいけるぞ、お父さん。さあで問題は 40% で赤バレット、ここがめちゃめちゃ大事。設定じゃないです。天国の4割で赤バレット、これ来たらファーストはもうもらいよ。よっしゃ、 AT に入ったのは僕の代じゃないけど、今天国で当たったんですね。はい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 、いやこれ通そう、これ絶対通す、これ絶対通す。赤、青か、レアパワーくれ、来い。なあ、もったねえな。レアパワーはね、まあ、効力も強いですが精神安定剤なんですよ。レア草引けばっていう。さあ緑緑赤、うわ少ね、赤で5までいかん、頑張れ。よっしゃ5までいった、 5.5 っすね、13分の1ですファースト。ファースト通してブーンってなって、後ろで見てる三原さんにプレッシャーかけよう。よっしゃ行くしかねえよこれ。レア草引き散らかせ、本当に。あのよく言うじゃん、今後1ヶ月なんとかなくていいからとか、今後2ヶ月なんとかなくていいとか、それ本当だから。100万かかってる大会なんてないだな、マジで。本当に3ヶ月クライマックスバトル通んなくてもいいから、今日全部通れ。おっしゃ熱い、レアクならめっちゃ熱い。これかー熱いね。なんか引いた、引いてない、外れ目。もう一回、いや弱い、あけど赤だ、いけいけ、1枚、よっしゃー、押せてなかっただけだ。お、いったわ、よっしゃー。はぁ、頼む、めっちゃ緊張してる、心臓バクバクいってる。100万だろ。お父さんへの借金がかかってるんですよね。あ、そうです、そうです、自信はあるんですか。あ、もうお父さんに絶対入れるよって言ったんで、ここで決めたるわ、ここでびっくりマーク出してる。くそ、あー頼む。いやーこれでかい、入ったらでけえ、投資4000円、天国だろ、決めちゃおう、これ完走させてみ。あー頼む、めっちゃ緊張する。いきます、変な音鳴れ、電話かかってこい、電話かかってこい、レバーでプルプルプルみたいなやつ。いやー頼むって、レアパワーないんだよな。いやここマジ今日めっちゃ大事、めっちゃ大事、めっちゃ大事だって。もう3ゲーム終わっちゃった、消えろ、うわー消えねえ、くそ、袋に入った、袋に入った。あと3ゲームですよ、あと3ゲームあと3ゲームですよ。一回ちょっと叩いてくれません。あ、いいですよ、全然、はい、全然いいよ、いっちゃい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 、外れた、外れた、外れた。こんなに気軽に叩けるレバーないわ。いけいけいけ、あーやべえ、マジかよ、何してんだよ父ちゃん、
父ちゃん固まる、固まってる、動くの、あー、マジかよ、背景も普通だし、あー、やったー、やった、ありがとうございます、頑張ってください。よし、戻ります。まあだから結局ボーナス確率で見るしかないんでね、6号機になっちゃうとやばい。チェリーチョークやっときました。216ゲーム単独レギュラー、よし、セレグ233ゲームです。レギュラー、単独レギュラー、え、いいね、でもいいよ挙動はいいんだけど、今はちょっとビッグ行きたいんだよ。こんな豪華なメンバーの中に出させていただけるなんて光栄だなぐらいに思って仕事を受けたら、まさか100万円とはよし、ありがとうございます。では208ゲームですね。投資5000円です。チェリーからよいしょ、レギュラーバランスです。怖いはい、当たりました215ゲームです。単独ちょっと結婚時の話だらってみましたよっと、ビッグ来いよそこは。はい、単独のおかげですね。よし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 、146投資8000円、まだ頑張れてる、まだ頑張れてる、ここで 40% とりあえず赤バレてくれ、頼む、この音でバレてんのかな宮原さんにやめてや、来ないでよ、赤赤関係ない、まあここからもしょうがない、レベル1しょうがない、よし、表示で2回引いたら僕の勝ちです。どんどん攻撃していこう、うん、当たらなくてもいいから。最終ゲームまでやってまいりました今度は愛しいさんだ、やめて、いや、なんだかんだ意味わかんない突破あるじゃん、それやらせて、わー、え、1否定だっけ、2否定だっけ、孵化しろ、うわー、マジかー、ちょっと背景調べます。2否定だ、2指定でさっき346したっすね、一応何してんだよ、これで俺が AT 入ったらプレッシャーかかんだって。あ、とりあえずホッとしときますか。さっきモックンが打ってたあのクライマックスバトルの終了画面があれ確か2指定っすよね。で2指定って別にむしろ出たらあんまり良くねえんじゃなかったっけ。2指定そうだよね、低設定ほど出やすいんだよね、一応ね。レギュラービッグが引けませんね。6レギュラー66ゲームレギュラー、ブドウ100個で531ゲーム、まあ、あの、あまり気にする方ではないので、まあ、とりあえず出ててよかったねっていう感じですね。ブドウはブドウとレギュラーは出てる感じですね。いいこと言ったらレインボーに光りました、ありがとうございます。チェリーですね、はい、オッケー、ありがとうございます。投資が、今外の8000円です。おい、やっとビッグ引けました、まだマイナスだな、ジャグレンしなかった、今度マイジャグラーの方見に行きたいと思います。ビッグゼロなんで、ビッグゼロ、私、はい、ちなみに3回当たってビッグ1回引いてるんで、俺ビッグゼロだからねいや2人ともそもそも打ってる機種が地味なのにより地味な戦いしてんだよ俺たち、ね、本当に ダメですよ。さあというわけで入れる気はなかったですが、
174ゲーム2枚目でございます。今日もうこれ以上やったら勝てないと思って3枚目は持ってきてないです。ってところで今日初めてですね、天国天国だったんで、今日初めての175ゲームエブリンチェック。色いるじゃん、やったぜ。ということでこのエブリンシルエットの詳細なんですが、有力感開始時に、赤バレットを取れるのが、まあ、設定数があったりなかったりモードによってするんですけども、初期の赤バレットが取れてることが確定します。よっしゃ、初チェリー重複71ゲーム、いいよ71ゲームレギュラー、なかなかのスタートじゃないよ。0の4、まあでも連チャンしてくれてますから。お、当たりましたよ。いや、ここはビッグでお願いしたい。ちょっと大事だからね、1枚が勝敗を決するかもしれないから。またやめづらくなる、単独レギュラー。すごいね、揃いも揃ってマイジャグチーム、チームじゃねえけどボーナス8回引いててビッグゼロってすごいっすね。よし、お、おお、初ビッグ85ゲーム、やっとでございます。本日初ビッグ、投資は8000円のまま676ゲーム目にしてビッグでございました。単独、そうですか、154ゲームレギュラーボーナス、40ゲームチェリー重複のビッグです。レギュラーボーナス、どうしようね。よし、ビッグボーナス、超ビッグだ。よし、追いついた追いついた、これで3-3。はい、合算130分の1になりました。これで1000ゲームです。1000ゲームでビッグ3回バケ3で、まあ合算167分の1で悪いと、ブドウ175で 5.714 で、まあブドウはいいんですけど、まあそんなにですね。よし、ちょっと周り見よう。さあ、というわけで、結局 A でしたね。650のところで当たりました。白 B での発展なので確定ですね、はい、で今のところモードは天国天国 A です。649ゲーム、投資21,000円。あ、そうよね、モード A だけど赤もらいました。赤背景、青背景、ラストチャンス、レアパワー頼む。よっしゃ、レアパワーだ、ラストチャンス、ラストチャンス、よーし、 OKOK、 よーし。さあ、ここからバレット屋さんです。青2、黄色6、緑1、赤1で7まで OK。 これ 9.6 分の1、しかもレアパワーある。ちょっと一回集中します。あー頼む、100万、いつも通りにやれ、こんなの絶対突破するだろう。よし、大丈夫大丈夫、こんな外そうがむずい。80パーオーバーだっつってのファーストステージはやばいぞ、これファーストで終わる可能性まで出てきた。レア役引くだけだって、普段適当に叩いて弱チェルスイカ引きまくってんだから、頼むって、バカ何してんだって。固まってる。はあ、なんかいた。ナイス、助けてくれてありがとう。
じゃあアクセリそうだな。ああそうそうそう、よし、今から9ゲームカウンか。レアク引いたら AT です。頼むエムリン、協力しよう。そんなこと言うな、マジで協力して50万マジである、お前に。よし集中。さあ運命のクライマックス7。頼む頼む頼む、レイアク引くだけ、簡単なお仕事。7ゲームもある。頼む、いけ、頼む。いや、そろそろ行ってもいい、マジです。2万1000円3回目だぞ。冷静に考えろ、冷静に考えろ、エブリン。普通だな、全部。いやー、もう最後まで行くな。バカ、ここでしろ、バカ。叩けねえよ。はぁ、あ。あー、隣さんがプーンって言った。あ、それ、それがやりてえんだ。頼む、見てたな、見てたな。行きます。まだある、まだある、まだある、まだある。次元もある。動いた。あー、終わったー。うわー、くそー。今、A のクライマックス7を外したところなんですが、全然あったじゃん、俺通せば。マジかよ。糸新さんが2の6とかだったかな、もう、まあ、積もっててもおかしくないで、梅谷さんも0の4とかで、まあ、良さそうだけど出玉はない、良さそうだけど出玉はない、良さそうだけど出玉が全くないで、三原さんが今3の3で160分の1ぐらいの感じで、まあ、まだまだ全然分かんないんで、あったなあっ、まあ、バイオとりあえず天国を言いますけど、天国なかったらちょっと早めに出玉作れる浅い音形の台とかめちゃめちゃ耕して出玉作るか、とりあえず。やばいよ、はいはいはい、やめましょうか、悔しいけど。追加9本、総投資21本、568ゲームビッグ0、レギュラー4、1229で、ブドウが214個ですね。悪いですね、1ぐらいの数字です。ということで、じゃあちょっと回遊しましょう。まずはひどくないですか、レギュラー早々に3発引いて今1200回して、ビッグ0っすあ、やば、伊藤さんがちょっと調子を取れそうです。ブドウとかいいんすか、ブドウとかいいんすか。ブドウ今ね4.9分の1。はぁ、うそ見てやる。一応雑誌違いますけど後輩なんですよ、だいぶ。まあちょっとプレッシャーかけられたかな、これで。もっくん激きつだねこれ、うん、まあ俺の方がひどいと思う。あの同じくらいか、1000枚くらい負けてんじゃない。俺75ゲームで当たってる、一発目ね。5発72ゲームで当たってる、これも。で、105で当たって、連。これね、爆連してるな。爆連しててもう見えない。でも爆連してて、この時間なんで、多分朝一ヒットしてるんでしょう。多分前立腺です。なので、一発目からあんまり打たないっていうのは主流ですけど、朝のセーブルの振り分けがいいんで、朝一とりあえず打つっていうので、おそらく、まあ、期待収支的にはあるだろうという話もあります。で、僕は結構それでいい思いはするんですよ。よし、うまくいくかどうか分かんないけど、リセガレしよう。ちょっと今ぶっちゃけめちゃくちゃ不幸な目に遭ってるんで、ちょっといい目合わせて。まあ、下皿で今カードに500枚ぐらい入ったところなんで、まあ3枚ではちょいプラぐらいになりました。下皿抜かして、下皿が飲まれない限りはプラスでいられる。みんなの様子を見に行きましょうかね。
1000枚近くマイナスじゃない、1000枚までいかないけど、まあ、出なかったらどっからタイミングでやめます。出てますよね、ちょっとだけよ。なるほど。そう、さっきもっくんが1回リマールに来た時に AT 入って AT 終わって出玉が取れたか、あの時間だとさっき俺が見に行った時からの雰囲気考えると A 点行って通らずの状況で見に来たのかなぐらいに思ってたんですけど、あ、デュオね、はい、まあ168までかな。一応あの普段のメンちゃんの32ゲームとか考えて、まあ、168までが、朝一のチャンスモード天井と、まあ、言われてますね。はい、次で168、はい、終わり。で、あの変更してたらあのいいテーブルが選ばれやすいんで、朝一チャンスじゃなくても、いいかもしれないですけど、リスクが高くなるんでやめましょう。はい、オキドキデュオ2代目。やったー、やったよー。はい、3本投資、総投資ちょうど30本です。やっぱお前かよー。まあ、でもとりあえずヒット。83ゲームね。はい、左転倒、奇数テーブル濃厚、まあ振り分けも出てるんですけど、それしかわからない。お、上がったぜ。いや、上がったことが確定じゃないですけど、いや、上がっただろ。よし、ビッグ、今日初ビッグ。11ゲーム。そんなこと言いたくないけど、目指せ完走。完走したら一気にトップの上り出るでしょ。今のがタナの初当たりかどうか、ユニカーラップが消えるかどうかで分かります。まあ、もう一発どうせ行くんで関係ないですけどね。ああ、確定薬いたよ。よし、いや、マジやったよ。ああ、そうか、連チャン中はどこに行くかは書いてないですね。いや、でも上がってるっすよ。舐めるな。とりあえず1ゲームで、あと慣れならない。まあ、とりあえずちょっと帰ってきた。ちょっと希望が見えてきて。右、左、中、左、右。何の示唆も出ないね。ただ大丈夫なはず。お、ついたよ。まあ、これはさっき1ゲーム連したときに、別のレイアップで、してた可能性もありますし、ベルカナ、要は天国で1ゲームでの当たりが選択されたときのでついた可能性もあると。どちらにせよ超嬉しい。さあ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 、普通に楽しみましょう。僕から逆にあそこで、あの11ゲームで当たったのが天国じゃなかったら、あそこで上がってもう一個ついてきたのかな。それか、あの後かなが、後かなが天国だった可能性はある。もうマジで抜けたよ、ひど。期待させやがって。期待しすぎたかな。でもな、結構やばいテーブルでした。最初4発 A が続くやつです。だからこれ一発目 A で上がったんですよね。なので、まあでも A で上がったって言い切れないのか。どっちにしろやめだな。これ設定狙いしてたら結構あれいいかもしれないと思うところなんですけど、まあでもそれでもリスクちょっと高いですね。やめましょう。397、投資は28,000円でございます。今日4回目のクライマックスバトル、AT なしで今1500回転ぐらい回してますね。でその設定が本当なくないと思います。天国天国 AB、 また2否定した。あー、もう無理だ、もう無理だ、この台
とりあえず ATM 行こう。すごい、レバーオンプレミアだ。はい、レバーオンでまんまになってくれましたんで、プレミアビッグボーナスです。びっくりした。よし、59ゲームです。いや、ちょっとエンジンかかってきましたかね。きつそうだな。なさそうじゃないっていう。ああそう、俺とモックはほぼ消えてますね。諦めてないけど。あ、で三原うろうろしてる。きついね。あ、でもレギュラーいいから設定はあるかもしれないですけど、一角3分の300分の1なんでちょっとしんどいと思います。これやめた方がいいっすよ。なんで？本当？はい、いや俺もね、ちょっときついかなと思ってんだよね。そうっす、やめた方がいいっす。本当？はい。ブドウもだって5分の1ぐらいじゃないですか。いや見るなよ。いや、ブドウの数まで見えたんすよ。このままだと伊藤さんに普通に負けるんで、やっぱ僕ちょっと無茶してでも爆発狙うしかないっすね。斉藤さんは、あ、相変わらず良さそうですね。77の110分の1なんで、まあ、6ぐらいだったってますと、まあ、一番出てるかな。天国天国 A B で今天国抜けと、ちょっと周り見てきます。朝一の狙いがダメだった後にじゃあどうやってリカバリーするかってとこ大事だと思うんで、行ってきます。僕もまだ諦めてないです。00で266ゲームで平和島で朝一台か。一回この恩恵初当たりまで追います。みんなで出よう、パチガブカップ。よかった、300ゲーム台で済みました。306ゲーム単独ビッグ。今のところ僕の投資が368枚なので、自分が最初に予想していた1位になるラインがプラス1000枚ぐらいと予想していたので、ひとまずは1300、まあ、1400枚ぐらいですかね。出玉確保するのが目標か。ペースとしてはいい感じですね。このまんまのペースがずっと続いてくれれば目標には到達するんで。おー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 おっとっと、ちょっと目押し変なになってたんですけど取れました。よいしょー。はい、ビッグボーナス241ゲームです。はい、へい、36分の1。うおっと、1ゲーム1ゲームです。これはジャンバリチャンス。来い、よいしょ、よいしょ、せーの、おー、まさかのジャンバリだ。嬉しい、やったー。なんかね、いいですね、ありがとうございます。これはなんか設定とか関係なくて普通にめちゃくちゃ嬉しい。シーゲームレンピック、じゃあこれで1対1、127分の1まで綺麗に戻りました。またプラス1。これやるか、普通に。もうあのどれがチャンスにいそうなんてわからないんで、順番にいきましょう。開けたよ、よし、これ。ユニメも取り忘れないでね。ユニメも取ってあげないよ、もう。さあ次はどの花、どの花を咲かせるかな。あ、隣、隣は、隣もゼロでした。隣やりましょう、まんま。おー、当たった、よかった。ギリギリ持ちコイン。とにかくレギュラーだね。ちょっと回しといた方がいいかな。あ、右点滅です。偶数だ、偶数テーブルだ。で32、当然上がらずと。ということで前半戦大変苦しいですね。
本当は30本だったんですよ。31本間違って使っちゃって、現在137枚とちょろっとです。はい、多分まくられたよ。本当ですか？いや、600枚ってことないっしょ。もうちょっとあるでしょ。いや、まあ、それは俺正直に細かく言ったらちょっと待ってました。正直言ってんじゃん。じゃあ見たらわかるじゃん。いや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 、揃うのよこれが。よっしゃ、宝箱、よし、せーの、赤。まあまあまあ大体が赤ですよ。え、レインボーってことはよ、これ全速いくんじゃない。よし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 。本日の収録はアビバエピラ店でした。よろしければいいねとチャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。